ははいこんにちは今日はですねちょっとキャラクター API ディープスコアってサービスを始めたんですけどキャラクターの API なんかちょっと生成 AI を使ってなんかちょっとイベントとか、あのー、イベントの審査員とか、まあ、話し相手とかができるような、まあ、システムをまあ作ってますでサーバーも自社で用意していて まあなんかチャット GPT とかそういった類のものは使ってなくて、まあ、自社内の GPU を使って、まあ、キャラクタービジネスっていうのをやってます。なので情報が外に漏れたりとかできなしないでまあそういうできるようなものを準備してやってるんですけどまあちょっと前々回はグラジオってすごい簡単なインターフェースで作ってたんですけど 前回の動画で、まあ、ちょっとデザインを入れてみました。なんで、ディープスコアって書いてあって、キャラクター a p はちょっとでかいですね。で、写真が前まなかったんですけど、写真が出てきて、まあ、ここにチャットを入れると、こんにちはとか。まあ、チャットを入れると、あの、処理されて、まあ、こんな感じで。で、キャラクターによっても、こうチャットが変わるんで、同じテキストを入れても全然違うっていうのが出てきます。 で前回ちょっとあの前々回はかなり簡易的なえっとインターフェースだったんですけどまあちょっとこんな感じで少し使いやすいかなっていう感じになってきましたでまあもっと良くしたいっていうことでまあ今後は音声認識とか音声合成って呼ばれるようなこう声で喋れるっていうのも入れたいですしあとはこのキャラクターも本当はちょっと動いてほしいですよねなんですけどちょっと あの開発リソース等の兼ね合いで、まあ、ち,ょっとちょっとずつ始めていきたいと思います。で今回、早速ですね、ちょっと一つ機能をつけてみたんですけど、少し、まあ、早速、ちょっとだけ壁にぶち当たってきたんですけど、まあ、それでもやってみました。で今回実装したのは、これ、ウェブベースなんですけど、まあ、音声認識ってやつですね。なんで、こっちからしゃべると、まあ、それ声でまあ命令が出せます。 でただですね、ちょっといろいろ問題がありそうなので、まあ、とりあえず使ってみたいと思います。で、こんな感じで許可ですね。こんにちは。弊社は量子コンピューターの事業を行っている会社なんですが、何か質問ありますかあれ、まだですね。 こんにちは。弊社はブルーキャット株式会社といって量子コンピューターをやっています。量子コンピューターは興味がありますかあら、出ないですね。こんにちは。弊社はブルーキャット株式会社です。あ,あ、こんくらいだったらいいですね。でもう早速、ブルーキャットか、データ関連、分析関連の会社と認識している何か言おうかっていう感じで出てます。 あんま長いとだめなんですかね。ちょっと短くしてみますかね。データセンターを立ち上げたいんですけど、何か注意点とかありますかいいですね。便利ですよね。これだったら <laughs>。こんな感じでしゃべって使える。ちょっと長いとだめなんですかね。あとですね、ちょっと後々やってみたんですけど、このな感ですね。データセンター関連 何か、まあ、売上予測とか在庫データの予測をしたいんですけどどういうふうにすればいいですかああやっぱ文字打つより便利ですね。はい、でこんな感じでできます。便利ですよね。で、まあ、しゃべってくれればいいんですけどまだしゃべってくれなくてで売上予測データ予測興味深いなっていう感じで、まあ、いろんな手法があるということで。 やっててくれてますで例えば建築を学びたいんだけど大学でどういったところに行けばいいのかと、まあ、どういうふうに就職すればいいですかね。まあ、こんな感じでしゃべって、まあ、めちゃくちゃ便利になりましたね。やっぱ文字打ち込むのちょっと大変なんでやっぱキャラクターと会話するんだったらちょっとしゃべって、まあ、やりたいなっていうのはちょっとあります。はい 建築家、興味深い選択、データ分析的に言えばとかっていうふうに関してまあ結構就職先に関しても、まあ、進路と就職先に関して説明してくれます。でちょっとやっぱ専門用語がやっぱ覚え込ませてないと、まあ、ちょっと音声認識の場合にはちょっと困っちゃうことがあって量子アニーリングでキューブを計算したいんですがどうすればいいですかそうですね。なので、 これ今、ブラウザーの Chrome の音声認識使ってるんですけど、まあ、おそらくこの辞書に、まあ、ちゃんと入ってないんで、まあ、こう、両者アニーリングとか、キューブとかっていう風にして、まあ、なんかちょっと本当はこうではないんですよね。なんで、本当は直したいところは、両子だし、でキューブをですね、なんで、これを。 やりたいんですけどだからちょっと音声認識の場合には、まあ、ちょっとこっちで工夫してなんかちょっと事象的なものもしくは音声認識そのもの自体をもうちょっと工夫して学習させないとちょっと専門用語が弱いっていう弱点がありました。はい、でこういうふうにちゃんと文字の方で直してあげれば急 β 計算が興味深いねとかっていうんで、まあ、古典的なコンピューター読むのは難しい最適化問題を解決するのに使えるんだろうということで。 まあ、アニーリングハードウェアとキューブの規模によるけど基本的な量子流れはこうだっていう感じでまあ合ってるんですよね。量子コンピューターの量子ゲート計算をしたいんですけど量子回路ってどうやって学べばいいんですかこれくらいだったら、まあ、結構一般的な話に入ってくるんであれなんですけどちょっと量子アニーリングぐらいまでは、まあ、ちょっと難しいかなっていう感じがしました。なんで 結構すらすら勉強したい場合にはあの会話したい場合にはやっぱちょっと専門用語がちょっとネックになるかなっていう感じがしますねえー、ちょっと仕事が6時か7時ぐらいに終わるんだけど、まあ、渋谷で終わった後に三茶でちょっとご飯を食べてから帰るっていうようなスケジュールで、まあ、どんなスケジュールでやればいいかねですね 三茶もちょっと山んになっちゃってますよね。はい。なんで、まあ、ちょっと専門用語とか地名とか特に固有名詞がやっぱちょっと弱いんで、あの三茶間違ってっけど、こう無理やり答えちゃいますよね。はい。で、例えば、えー、っと、まあ、このあと8分後に打ち合わせ、それが終わった後に、 10時半から、えー、また打ち合わせで移動時間が30分ぐらいしかないですかね。どういうふうに連絡すればいいですかあ、まあ、止まっちゃうんですね。ちょっと止まっちゃいましたね。9時半から打ち合わせ、その後10時半から打ち合わせ移動に30分かかるとしたら、まあ、どういうふうにスケジュール立てればいいですかね。で移動もやっぱちょっと漢字が間違っちゃうんで。 だからもうちょっとこの場合には、まあ、会話をスムースにやる場合にはまあちょっとえっ、ー、とまあ移動にしたんじゃこの場合は移動の漢字間違っててもそのままやっちゃってますね9時移動開始余裕を持って9時に出発9時半打ち合わせ最初の打ち合わせ終了10時半から10時移動時間と次の打ち合わせの準備11時2つ目の打ち合わせ開始ちょっと間違ってますねこれね <laughs> はい なので9時半から10時半の打ち合わせ、10時半から1時半の打ち合わせで、まあちょっと LLM は計算が苦手だっていうのがあるので、ちょっと不思議な話ですけど、まあちょっとこのあたりはまた別に計算が必要な場合には、ちょっと別のライブラリ入れる必要があると思うんですけど、まあちょっとまだこのくらいだと少しキャラクターの方は、まあちょっとまだ調整が必要かなと思うので、まあ今後はえっともうちょっとですね、音声認識の精度を上げながら、 と早速ちょっといくつか API いくつかいろんな会社からサービスも出てると思うんでまあちょっとキャラクターに喋らせるっていうのもいいかなと思うんで、まあ、ちょっとそれも準備してみたいと思いますちょっと今回は中途半端ですけど以上です